大石選手です。最近なんかあちこちで活躍してるように見えるけど、はい、どう本人は。まあ自分でもそれは、まあ、ちょっとは感じてます。力がついてきた。そうですね。それともなんかレースがうまく運べるようになった、まあ、力がついたんだと思います、うん、はい。どうなの、本人としてはどういうレースが一番得意なの。僕はもう先行が一番得意なんで、長い距離踏んで、結構地足タイプ。はい。じゃあ少々早めでも出た方がいい。そうですね、出て力を発揮するタイプだと思います。うん。まくりは、まくりも前よりはかなり出るようになったんですけど、うん、それよりは先行の方が。まくりが出るようになったってことはスピードがついてきた。そういうことだと思います、ね、はい。これなんか練習の中で、まあ、自分で実感してるものとかある。そうですね、まあ、スピードも前より出るようになったし、うん、そこは実感してます。なんか練習のやり方変えたとかそんなことではない。練習やり方っていうよりは量を増やした感じですかね。練習量増えてきた、はい、ということはだんだん競輪が面白くなってきた。そうですね、最近もともと競輪好きですけど、うん、最近特に楽しいですね。ね、勝つともっと面白いからね。そうですね。でやっぱり一番楽しいのは賞金もらう時じゃない。僕はあんまりお金はどうでもいいの。そんなにどうでもよくて自転車楽しんでる。そう、はい。だってもらってさ、まあ、とりあえず金が貯まればあと楽できるわけだし、はい、で今のうちに稼がないといけないし。そうですよ ね、 ね、まあ、あんまりいつまで走れるか分かんないしね。はい、うん、まあ、それはありますね。ね、やっぱプロスポーツだから、はい、当然ね、お金がついてくるわけだから、はい、人よりたくさん稼いで、はい、賞金をなって、はい、ね、どの世界でも言うじゃない、目標はって賞金王ですって、はい、ゴルフでもね、野球でも賞金と、賞金というか年俸1位とかみんな目指すわけで、そういうことはないの、あんまり。まあ賞金、まあ、結果的には賞金王になるかもしれないですけど、うん、まあそれよりは、まあ、競輪で一番になりたいっていう気持ちがあります、うん、ということは早くタイトルも取らなきゃいけないし。そうですね、はい、ね、今一歩ずつやっぱり着実に力がついてきてるっていう実感が、はい、あります、ね。うん、やっぱり楽しいのが一番だからね、はい、レースやってて、はい、レース行くのが億劫になってしまうと練習もやらなくなるし、はい、悪い方向に進むんで。そうですね、うん、競争が楽しいで、競争楽しいためには練習いっぱいする、はい、で練習いっぱいするとまた勝てるから、はい、で勝てるついでにお金も儲かるし。そうですね、いい循環に、ね、はい、ね、やっぱそこにこううまい循環に乗っていくと一気に強くなっていくんで、はい、今が一番大事な時かな。そうですね、うん、はい、あとはね、勝負にね、やっぱある程度こだわらなきゃいけないと思う。ただ先行したらいいっていう選手がいるじゃない、はい、それはどうかなと俺は思うけど。そうですね、勝った行くだけじゃね、まあ、勝てる先行じゃないと、うん、と僕も思ってますね、はい。地元はここになるの。はい、ホームバンクです、ここは、ね、はい、地元だからやっぱりバンクしょっちゅう練習してるわけだし、はい、仕掛けるタイミングはもう十分に。そうですね、はい、ここはどこからどう行けばいいっていうことはもう理解してるね。まあそこはあんまり考えないですけど。あ、そう。そういうのは。なんか流れに乗って走るタイプ？バンクに寄って帰るとかっていうのはあんまりないんですけど、うんうん、はい。伊藤の特徴って何かある？伊藤、そうです、結構三の割には追い込み4コーナーからイエローラインくらいがかなり伸びるかなって感じはありますね。外回ってきても我慢してると結構伸びてくる感じがする、はいはい、感じはします、はい、ということは先行選手にとってみると、まあ、三の割にはちょっと苦しいって感じですね、はい。まあ、その辺もね、はい、踏まえた上で考えながら今回ね、はい、しっかり、まあ、遠慮しなくていいから優勝しても構わないんで、はい、ね、そこはもちろん狙ってます。しっかり、はい、名前と顔を打って、はい、ね、期待してるからね、はい、ありがとうございます、はい、ではファンの皆様一言。はい、まずは一走一走全力で力出し切ってどこまでやれるか頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。